寒天培地とは寒天を用いた培地のこと。特に寒天を約1.5%の濃度で加えて固化させた固形培地のことを意味する場合が多い。微生物学や植物学の分野で微生物や細胞を培養するために用いられる。対象とする生物の種類や用途に応じて様々な処方がある。微生物の培養において初期に使われたのは 様々な栄養素を含んだ水溶液、いわゆる液体培置であった。液体培置の欠点の一つは、雑菌の混入に弱いことである。混入してくることを防ぐのは、どのような方法でも簡単ではないことに、変わりがないのであるが、液体培置の場合、混入してきたことそのものがわからない場合があり、それが判明したとしても、混入した雑菌などを除去するのも、 本来の目的だった生物をそこから確保することも難しい。その点を改良したのが固体培地である。固体であれば、その表面に落ちた微生物が繁殖しても多くの場合には、その点を中心としたコロニーを作るので、その部分だけ切り捨てコンタミを排除したり、培養対象を取り出して、再び純粋に培養し直すことも可能である。他方、液体培地では、 どのような成分を添加するかの自由度が大きく、様々な処方が自由に作れる。しかし、ジャガイモを切り取って使うなど、既成の固形物を培地にするのでは、その点が不自由である。そこで、液体培地を何らかの物質によって固めてしまう方法が考案された。当初は、ゼラチンなども用いられたが、寒天がその目的に非常に便利であることが判明し、 現在のように広く使われることになった。同時に、寒天培地を充填して使用する容器として、シャーレも開発された。これらの微生物培養技術の改良は、主にロベルトコハホの下で行われたものである。寒天を培地の個体化に利用するのは、微生物研究に使用する上で、非常に優れた性質があるからである。寒天そのものは多糖類ではあるが、 蒸気のようにほとんどの生物がこれを分解できないために実質的には栄養源としては利用されることがなく一般には他の栄養素を追加することで培地として利用が可能になる。しかし飼料に含まれる栄養分のみで十分な場合など寒天のみの培地が使われる例もある。他にこのような性質を活かして生物研究の道具として寒天を利用した例は数多い。 有名な例として、発生学でのバルタ、フォークとの局所生態染色法、植物生理学での新芽の先のオオキシンの移動を見る、実験などがある。平板倍違外を占めた、状態外を開けた、状態斜面培地反斜面培地構想培地観点を含む培地には、その観点の濃度によって約、約1.5%の濃度で加えて、完全に固形化したものと、 0.2から0.4%の濃度で加えて反流動状態にしたものがある。また、この他にも目的に応じて寒天の濃度を変えたものも存在する。用いる容器や、固化させた後の形状によって平板媒置、斜面媒置、反斜面媒置、高層媒置に分類される。使用目的の点からは、複数の微生物が含まれている材料や、 野外資料から微生物を分離するために使われる分離培置、微生物株を継続培養するための培養培置、特定の微生物を見分けるために生科学的な正常を調べるための鑑別培置がある。分離培置のうち、ある微生物だけが使う栄養源や他の微生物の増殖を抑える物質を加えて、特定の微生物だけが選択的に増殖するようにしたものを、 洗濯分離培地と呼ぶ。平板培地の場合、フラスコなどのガラス容器に生成水,水と寒天を含む培地成分を適量ずつ注入し、これをオートクレーブ、飽和水蒸気中で摂百121度2気圧15分処理滅菌し、ある程度冷めてから滅菌したシャーレに分注して平らなところに整地して固化させる。滅菌が不要なものでは、 寒天が完全に溶解するまで過温してからシャーレで、固化させる場合もある。斜面、反斜面、高層媒地の場合、生成水,水と寒天を含む、媒地成分を過温して、寒天を完全に溶解させた後、試験管に分注して、オートクレーブ滅菌する。斜面、反斜面媒地の場合は、滅菌を終えてから寒天が固化する前に試験管を斜めに寝かせ、 整地した状態で固化させる。あるいは、フラスコなどの中で水と培地成分を混合し、加熱して、これを溶かした後、シャーレ1枚分ずつ、試験管に分注、これに培養線をつけて、オートクレイブにかける。平板培地を作るときには必要数だけ、試験管を取り出して溶かし、滅菌済みのシャーレに注いで固化させる。 保存や位相には試験管の方が便利なので数が多い時にはこの方が使いやすい。平板培置や斜面培置の場合、主に目的の微生物を培置の表面に白金耳などを用いてま末し、室温あるいはフランキなどで一定期間培養して微生物を増殖させる。ま末された微生物はそれぞれがま末された場所で分裂増殖を繰り返してコロニーを形成する。 独立したコロニーの一つ一つは、基本的にそれぞれ一個の微生物細胞に由来すると考えられるため、平板培地ではそこから微生物を分離して新たな培地上に移し、さらに培養することで個々の微生物を単理することができる。また、待つする代わりに、目的の微生物を含む材料を寒天が固化する、前に加えて固化させた後で培養する方法もある。また、 固形物表面から出現するものを見るためには、平板培地上に資料を載せ、そのまま培養する直接摂取法がある。反流動構造培地の場合、主に目的の微生物を発菌耳などに取り、培地に摂取して摂取した後で同様に培養する。高気性菌は、培地の表面に、変性菌気性菌は、培地の底部に、通性菌気性菌は、表面から底にかけて増殖する。 また運動性のない細菌は、潜死した軌跡の部分のみで増殖するが、運動性がある細菌は、培地全体で増殖する。特殊な使い方として、寒天表面を一種の作業台として使う場合がある。例えば、水性不完全菌の分離には、流水より集めた資料を、顕微強化で観察して、講子を探し、これをマイクロピペットで吸い上げ、寒天培地表面に適化する。 そのままでは混在していた、細菌類などが繁殖してくる恐れがあるので、白金船で胞子のそばの観点面に静かに触れると、観点表面にわずかに存在する有利水分が、観点面と針の間に満たされ、胞子はその水に引き込まれる。そのまま、観点表面を針で引きずれば、胞子は針先に付着して移動するので、資料を適化した点から数ミリメートル離したところへ移動させれば、 発芽した胞子を単独で切り離せるようになる。分子生物学系の実験系で大腸菌などを用いてクローニングやスクリーニングを行う場合はプラスミドを取り込んだ細胞を選別するためにシズの抗生物質を添加した平板配置が利用される。プラスミドにはマーカー遺伝子として抗生物質に対する耐性遺伝子が組み込まれているため 形質転換した細胞のみが増殖し、コロニーを形成することができる。コロニーを均等に分散させるために、菌を含んだ溶液を培地上に巻き、スプレッダーと呼ばれるガラスの棒で広げる操作を行うことが多い。使用後の培地には培養で増殖した大量の微生物が含まれているため、医学、環境衛生上の観点から、その微生物の病原性の有無に関わらず滅菌して、 処分しなければならない。使用後のバイチの滅菌には、比較的小規模な場合は、オートクレーブ処理が用いられる。場合によっては焼却処分して、滅菌と同時に廃棄物として処理することもある。オートクレーブで処理する場合、使い終わった、寒天バ地を、ステンレス製ビーカーなどの耐熱性の容器に入れ、オートクレーブ装置に入れて滅菌する。滅菌後のバイチには生きた。 微生物が含まれていないため、実験室などでは、通常の実験廃液と同様に扱うことができる。滅菌直後は、加熱によって寒天が溶解し、やや粘性のある液状をなしているが、冷めると、再び容器内で固まってしまうので、廃液として処理する場合は、固化する前に、大量の水で薄めながら洗い流す。耐熱性のポリ袋に入れたままオートクレーブ滅菌し、 冷めて、再び固まった後で固形の廃棄物として、焼却処理する場合もある。ありがとうございます。